はい、どうもっす。ピント合ってますかね。あのね、マウス実験だ。マウス実験っておよそね、そのマウスに学習を覚えさせる実験をするときにはこういうやつですね。この子で何がわかるかというと、例えばこの適用したその薬剤でマウスが賢くなったとか、あとその覚えられるようになってるってことは、体に痛みが消えてるんだろう、昔のように機敏に動くとか、他にはこう、餌を見分けることを覚えてるなら十分内臓も元気になったに違いないって判定するよ。具体的にマウスがどんだけ痛がってるかわからん、実験によって。だし、まあそれはマウス的にもその生きる道にするラットというやつで、そのマウス実験のパターン攻略なんよ。まあそのこの道に行って、この道ならまあ餌にありつけるっていう時にね、いつもダメな道ダメな道行ってて、あ、この道ならちゃんと餌にありつけるっていう、要するにその3パターンの中の1つのパターンを攻略する。ゲームでもそうやね、人間プログラミングしてるからだよね。で、見つける回っていうのは、まあ、見解ってことなんやけど、他迷わずね、ダメな道行かないで、初めからこの道通っていけばいい、覚えた、回を見つけた。で、まあ、心理学習っていうと、心理っていうと、まあ、ちょっと宗教語っぽいけど、意味的にね、まあ、この回じゃない場合もあるかもしれない、この道順じゃない場合。でも、心理っていうのは、その、間違った方に行かずに正しい方向に行くには何回か試してみて学習して自分で見出さなきゃいけない、その道順を、餌の場所まで、そういうことです。要するに失敗を繰り返しても見つけた回のところへで何回もたどり着くことによって自分は覚えるとか、作業の動作でも何でもそうですよ、試験の勉強でも。要するにその定理を学習する、定理を学習するっていうのはどれが回答っていうわけじゃなくて、自分は回答を覚えたらそれを忘れないとかね。で、認知からの伝承っていうのは、親が言うんよ、この道って危ないぞ、横断歩道ある時気をつけろって。それが子供聞いた時に、子供は横断歩道に事故ることはないわね、何遍でも聞かすから親が。その他、間違ったで気にするなと、自分に正解を見つけてそれ絶対覚え込め、明日になっても忘れるなと、こういうことを伝えておくと子供はすぐ覚えるやろね。だからまあ親を継承して、その自炊とかそんなんじゃなくて、受け継がれるものがあるわね。で、世の中に強くなるし、例えば人に騙されるなって言った時に3パターンいて、相手はダメだな、一人だけ優秀を見つけろって言った時に、と友達めったにそのやたらめったに作るんじゃなくて、一番いい親友同士だけ作ればいいとお父さんが言ったと。俺は自分で編み出してそれを。でも子供には自分が大人になった分だけの知識はどんどん授けたね。で、認知からの伝承で優秀な子孫継承ってことになるんやけど、こう続けておくと、まあ若いうちのラットがね、マウスが大きくなってる時に、いや、もう若いうちに親の教育受けてるから同じ年数、例えば8歳と8歳よりも自分が8歳の時より子供の方が10歳ぐらいの賢さあるんじゃないかなっていう、要するにその優秀な子孫継承が受け継がれていくわけですよ。で、脱バカと、これはマウス実験ですね。まあそのテレビでね、 AI が犯罪を察知すると言われた時に見つける回、まあいわゆる AI が走ってると、世界もうすでに先進国では、まあ、AI っていうのが現代の中の真理を見つける何かの法則になってることであったらしいよ。でもその前にね、パターンで言ったら悪いことをしたらダメだみたいな、めっちゃ叱られると。見つける回は悪いことしちゃいけない、正しいことしなくちゃいけない、その学習としては神様見てるんだ、で認知感伝承、神に逆らうな、
まあ、いわゆる家庭でのね、宗教教育とはちょっと違うけど、まあ、要するにお天道様に逆らうんだとか、正しいことをしていなきゃいけなきゃ、間違ったことすれば必ず罰を受けるんだからって、まあ、おじいさん、お父さんから伝わってれば、優秀な子孫継承やろね、子供の頃に万引きすることもないわ。でもそんなのってね、頭に回すがね、1代目だったとしても、まあその試行錯誤して、これ罰、これ罰、これは丸だみたいな、そんなのをずっとやってれば、頭いいんじゃないかな。例えば本屋に行ってね、ずらっと見て、この本、このためのね、この本は面白いに違いないみたいな。そういうのってさ、その、長年の経験と勘かもしれんけど、この4つのテーマから成り立ったんだよね。で、子供に言うわね。もうそんないろんな本あるけど、ちゃんとした学術書を読みなさいとかね。学術書。